価値がどうとか随分だな。お前たちはすでに当事者だ。ならば私人殺ししなきゃいけないなんて聞いてない。私たちがやっつけてきたあの大きな化け物、あれ人間だったのよ。え、事実だ。人類は二つに分かれた。抗体を持つ人間と持たない人間だ。それが後のアーブとリビジョンズになる。ミロ、シビリアンって知能はあるのか。いや、知能はほぼない。じゃあそれもう人間じゃないよな。お前は知能のあるなしで人間かどうかを判断するのか。そういう意味で言ったんじゃ。ああ、どういう意味だよ。なんで黙ってたの。お前たちの精神的ストレスを考慮したアーブの判断だ。アーブって自分の考えはないの。ミロはどう思ってるの。それを聞かせてほしいのに。待てよ、ミロだって仕方なく。私も目指す将来があって努力もして、大事な家族との生活もあった。それを全部、未来を奪われたんだぞ。未来を奪われたか。ミロ、そして与えられた使命を全うせよ。おじさん。ああ、しかし無事で何よりでした。幸い北極星は確認できたので、一か八か南へ逃げたんです。だとすると新宿や池袋、赤羽方面か。敵の本拠地。勝手に出撃したな。申し訳ありません。おっと、人工量子脳は何か感知してるみたいなんだけど、アーブの兵器とは何こいつ。しいと願っているくせに。違う。元いた時代では何一つみんなにかなわないのだから。堂島大輔は一人ぼっちだ。殺せ堂島大輔。お前は許さない。話が聞かせない。社会システムの危険性より大きい。お前は誰も守らない。今回の件で死者が出なかったからこの処遇で済んでいるということを理解するんだな。傷つく人がいるなら私やるから。だから言ってよ大輔、ストリングパペットに乗ってくれって。